第3問目です。本当に大丈夫ですか大菅さん。あのね、実際結構無理だね。問題です。ダマコの卵巣を干したものを何と言いますか。制限時間は15秒です。なんで魚の話ばっかりなんだろう。問題はナマコの卵巣を干したものは。あのね、日本人はね肝臓が弱いの知ってる。あと5秒です。あ、なんだっけ。答えをどうぞ。カラスミです。正解はクチコです。あ、それ知ってる俺。不正解です。それ知ってる俺。俺知ってるのに。なんで塩舐めんだろうねこれ。